ビッグジャパンプロレスリングプレゼンツスピリット BJ。 はい、ということで皆さんこんにちは。こんにちは。ダニオンプロレス、ありがとうございます。スピリット BJ のお時間でございます。ダニオンプロレスリングアナウンサーの熊川裕二でございます。そして本日ゲストはこの方です。はい、ダニオンプレス石川祐希です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張してるんですか？何がですか？表情今すごかったけど、カメラ目が開かないんです。ちょっと目がね、ちょっとカメラじゃ見にくいのかな、どうだろう。でもなんとなく左目だ、こっちの目だよね、こっち側の目がなんか、はい、ちょっとなんで今こっちを見てて、本当に私の方見たの？こっちね、ちょっと赤くなってたりとか、下黒くなる、触んないでよなってたりで、昨日のね、昨日熊川さんに控え室でちょっとそんなことない、違う、試合でしょ。はい、ということで、はい、昨日もね、後楽園ホール大会がございまして、石川選手は第6試合で蛍光灯プラス剣山タックレスマッチ30分一本勝負で勝俣俊馬選手と組みまして、はい、武田正史伊藤隆二組と対戦、はい、それでどのタイミングなんですかね。多分あの顔面整形ですね、武田さんの顔面整形、あの椅子を乗っけて、はいはい、さらに椅子でバチャーンっていう、あ、それで、はい、本当になるほどなるほど。まだ激戦のダメージが残っている石川選手ですけれども、はい、今日はおよそ1時間ですね、楽しくよろしくお願いします。お願いします。はい、でですね、あのこのコロナウイルスのご時世ですので、はい、対策についてお話ししたいなと思っておりますけれども、はい、それが何かと言いますと、何でしょう、はい、じゃんということで、トレイルフレッシュが出てというかついていましてですね、何かっていうと、すごくない？安全快適に仕事ができるクリーンな空間作り、オフィス空間のウイルス対策、そこに今ね置いてあるけど、これオゾンが出てるそうなんですよ。あ、これ書いて、オゾンイオンのパワーで脱臭除菌と。脱臭匂いにね、はい、敏感ですけど、はい、っていうので、スタジオ内の菌を殺していたりだとか、はいはい、あとはスタッフさんがさっき除菌してくださっていたり、こちらのボードですね、はい、これガラスボードじゃないから壊しちゃダメよ。はい、壊さないですよはい、っていうようなコロナウイルス対策をしながら番組で行っております。そしてですね、なんとただいま番組を応援する会を会員募集中ということでございまして、この会員になるとなんとこの生放送を抽選で見学することができたり、我々の MC とのねイベントがあったり、この生放送中にテレビ電話で出演できたりなどなど特典ございますので、詳しくは鳥越あずうり FM のホームページをご覧ください。はい、っていうようなはい、お話をしましたところでですね、この2人でまあ話していくのも楽しいんですけれども、はい、今見てくださっている方もねたくさんいらっしゃると思います。そんな見てくださっている方にもぜひ番組に参加してほしいなと、はい、なんでお腹かいてる、いや、痒いんですよ傷が、あ、傷がうずいてる、傷が痒い、なるほどね、はいはい、というようなことがありますので、こちら書いてありますけど、ぜひぜひハッシュタグ SPBJ、はい、こちらをつけて、Twitter でね投稿していただきますと、我々チェックして読ませていただきますので、はい、ぜひぜひ、ご覧いただけたらなと、ご投稿いただけたらなと思っております。お願いします。はい、いやーにしても、はい、今日で1年終わりだって、早いっすね。早すぎさすがに怖いぐらい早い。1年前覚えてる？覚えてますよ、私は。なんで？私ちょうどインフルエンザになったんで、うん、そうだよ、そう、12月29の大阪だよね、はい、エディオンアリーナ第2、はい、で、そこで欠場しまして、そこからどこまで欠場したの？31、2日まで欠場して、うん、新規版も復活してたもんね、はい、伊藤選手とのシングルマッチもありましたけれども、そんな1年が過ぎ、はい、2020年も終わろうとしているこの時期に、年末にね見てくださってありがたいですね、本当に。ありがたいです。はい、ということでたくさんの皆さんに、投稿いただけたらなと思っております。お願いします。はい、ということでじゃあ最初のコーナーに行きましょうか。はい、何でしょう。最初のコーナー行きます。教えて BJW。
あ、SE がありがとうございます。今日のオペレーション花岡さんという方がやってくださっておりますけど、花岡さん今日も頑張りましょう。よろしくお願いします。 ありがとうございます、はい、はい、ということでこの教えて BJW は、MC が好きなことを喋るというようなコーナーですけれども、はいはい、今日は石川選手がね来てくださっているので石川選手のプライベートについて聞いていけたらなと思っております。はい、ほじくるからねダメなとこまでほじきっていきましょう。ダメなとこまで、はい、ということでじゃあまずですね石川選手に8の質問ってことで、はいはい、やつげばやに8個質問していきます。テンポよくテンポよく答えていってもらって、はいはい、それを後から詳しく聞いていこうかなと思ってますので、じゃあもう思ったことバッと言います、はい、できるだけ。じゃあ花岡さん、私が石川選手に8の質問って言ったらさっきのゴングもう一回鳴らしてもらっていいですか？ OK です、ということでありがとうございます。さあそれでは参りましょう。石川祐希選手に8の質問、ありがとうございます。最近よく聞く音楽は？最近はアジアンカンフージェネレーションよく聞きます。アジアンカンフージェネレーション、はい、はい。おうち時間のおすすめは？ウイーレとお風呂、はい、お風呂、はい、ウイーレいいですね。さあ好きな食べ物は？好きな食べ物は、パスタ。パスタはい、最近一番笑ったことは？あー、なんだろう、クマガがちょっと太りすぎてること。いや、癒されるものは？癒されるもの、お風呂。お風呂、お風呂。はい、石川選手の弱点は？弱点はデスマッチ後のお風呂ですね。リアルだね。はい、好きなスポーツは？好きなスポーツはサッカーです。はい、人生に必要なものは？必要なものはお風呂。お風呂ばっかりじゃん。お風呂大事大事。はい、ということで8の質問していきましたけれども、はい、さあじゃあ1個ずついきましょうか。はい、最近よく聞く音楽はということで、はい、回答は何でした？アジアンカンフージェネレーション。アジアンカンフー、いや、そう、アジカンってよく名前は聞くなと思ってるんですけど、はい、詳しく知らないんでちょっと教えてもらっていい？はい、あんまり聞かないですか？そう、全然知らない。この困ってる。音楽は割と何でも結構ランダムで聞くんですよ。うんうん、あ、ごめんね、知ってると思って出した、うん、じゃあ比較的聞く中で、うん、まあ ポピュラーなとこ、有名なところを出したつもりだった、うん、ごめんね、私の音楽の趣味は結構特殊だから。そう、ね、結構、うん、そうでじゃないんだよ。何でも聞くけど、うん、最近たまたま聞いたこの羅針盤って歌とかが、羅針盤、あと未来の破片。でも確かにすごい流行ってるよね、はい、アジカン。まあ多分もうずっとね、うん、10年ぐらい前から。あ、そう、結構長いんだ。長い長い。他なんかあります？聞く、なんか本当コアなとこでも出していいんだよ。ああ、あとまあフォーリミ、フォーリミ、ザザビーズっていうバンドがあるんですけど、これもしかしたら見てる人は知ってるかもしれないからね。はいはい、うん、今年に入ってからよく聞くようになったり。フォールミー、何？フォーリミ、フォーリミ、うん、ザザビーズ、ザザビーズ。あとまあずっと聞いてるのはゴールデンボンバーとか。うん、ゴールデンボンバーね、はいはい、いいね。あとビジュアル系バンドとかも聞くんで。意外とそうなんだ。なんかそんなイメージあんまりないけど、なんかそのなんかもうちょいなんか気持ち悪いの聞いてそう。おい気持ち悪い音楽ってなんだよ。よくわかんないけど、ないだろう。なんか血が出る音みたいな。ない、なんそれ。なんかそれ音楽。内臓が破裂する音。ああ、ゲームの効果も。そう、 SE とかめっちゃ聞いてるのかなと。ああ、ずっと聞いてんな。違う？聞かない聞かない。はいはいはい。アジカンをね聞くってこと。はい、なんかその今はねさすがに行ったりできないと思うんだけど、はいはい、なんかライブとか行ったりとかあるの？ライブはでも1回しか行ったことなくて。でもそうなんだ。あの中島美嘉さんのライブに行った。いや好きだったの。特殊だね。学生の時、うん、映画の7って覚え、わかります？漫画とかもあって、あれが好きで、うん、中島美嘉さんのファンだったんですよ。中島なの？中島ですか？でも好きだったんですよ。あ、そうなんだ。ビジュアル系バンドのライブとかはちょっと周りのお客さんが怖くて行けない。あ、そうなんだ、はい、でも今逆に怖がられる方だもんね。怖くないだろ。傷だらけだから。怖くないよ。だってさ、お風呂の話後で多分出てくるから、はいはい、その時も行く。だって今もう銭湯とか行けないでしょ。いや行けるよ。行く？行く行く。こんなに周りのお客さん怖がらせない？いやまあ視線は感じるけど。感じるんだやっぱり。でも別に怖い人じゃないんで私は。あ、投稿がありまして、はい、SPBJ トウヤさん、はい、トウヤさん見てますか？ありがとうございます。熊川さんの声がとても落ち着くと、いただいております。お世辞じゃないですか。お世辞を投稿してないでしょ別に。ありがとうございます。トウヤさん引き続き聞いてくださいね。ありがとうございます。はい、じゃあ次が、おうち時間のおすすめは、はい、何でしたっけ？スマホゲームのウィーニングイレブンと、うん、はいはいはい、お風呂ですね。いや常にさ、はい、ウィーレやってない？やってますね。いや、あなたも人のこと言えない。そう、あんま言えないけどね。
なんかそのこの鳥小屋釣りさんに今日来る電車もだってやったでしょ、はいはい、っやってましたね、お互いだけど、はい、これさよく言われるんだけどさ、お互いさ同じタイミングでやってるじゃん、はいはい、けど別に対戦してないんだよね、いやそうです謎の時間だよね、いやいや確かに言われてみれば、そうか、好きなスポーツはの質問にもかぶっちゃうからさ、そうです、ね、まとめて聞いちゃうけど、はいはい、サッカーはサッカー小学校の時にやってて、うんうんうん、まあ、やってる時はまあそんなに好きじゃなかったかな。そうなの、何がきっかけで始めたのそれ。多分最初は親がこう、うん、入れたみたいな、やれって、うん、だからあ気づいたらサッカー部の練習行かなきゃみたいな、え、そう、そんな、そんな多分だからそんなに好きじゃなかった、ね、え、小学1年生2年生かな、2年生から。でも逆に中学からバスケやってて、その頃からサッカーを見始めるようになって、うん、離れて逆に分かるみたいなね、そうそうそう、で J リーグをこうずっと見てて、そうだね、スポーツ遍歴でいうと一番最初がサッカー、小学校サッカー、中学がバスケ、高校ラグビー、ラグビー でそっからプロレスにたどり着いたっていう、なんかいろいろやってるね、いやいや、まあだって浜口ジムさんもね、もうちょっと行ってましたね。へえ。でその中で一番好きなのがサッカー。サッカー見るのはね。なんでさ逆にさ中学でサッカーハマってさラグビー行っちゃったの？いやそれはちょっとプロレスラーになりたいっていうものが少しだけ。体を鍛えようとね。そうそうそう。なるほどなるほど。まあせっかくならなんかそういうのやりたいと思って。やってた頃は何？ポジションとかあったの？サッカーですか？うん、ゴールキーパーやってましたよ。ゴールキーパー、え、はい、そうなの？あとボランチもやってました。なんか特殊だね、ゴールキーパーとボランチ。あのめっちゃ人数少なかったんですよ、田舎だったんで、はい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 、はい、でキーパーなんてまあやりたがる人もいないじゃないですか、うん、僕は好き好んで好き好んで、まあ、やりたかったですね。あの今と同じで変わり者なんだ。まあずっときっと変わり者ですね。へえ。コンサドーレはやっぱ地元だから。そうです、まあ家族も好きだったので。へ、一緒に見てるうちにやっぱあれなんじゃないの、あそのご両親からしたら、うん、いずれはサッカー選手にみたいなあったんじゃない？ない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 。なかったの？それは絶対ないと思う。あ、そうなの？プロのスポーツ選手だけどサッカーをじゃなくてプロレスの方になって、あーみたいな感じじゃないの？まあそれはあるかもしれない。あるんだ。お、鳥越アズーリさんの公式がツイートしてくれてる。今日の MC はリンゴアナウンサーの熊川雄二です。大日本プレスの選手がゲストで登場します。あ、花岡さんね、あのね、結構ね、はい、毎回ね、ハッシュタグ失敗しがちだね、これ。何ですか？石川祐希選手のハッシュタグがね、これ、はい、死んでるんだよ、これ。え、あ、本当だ。残念ですけれども、はい。いや、まあ、謝ってます、謝ってます。全然大丈夫ですけどね。それがまた。プロレスファン必見です、ということでね。はい。引き続きね、たくさん、あの、ハッシュタグ SPBJ でコメントいただけましたら、はい、読んでいきますのでね。お願いします。はい。ということで、最近、あ、違った。好きな食べ物か。はい。何ですか好きな食べ物、何て言いましたっけ、パスタ。パスタパスタパッと言っちゃいましたね、言うそうだよね。家でよく食べてます。パスタをさ好き好んでもうしばらく一緒にいるけど、はいはい、パスタ食べてたの見たことないんだよね。家で食べるんですよ。家で食べる。外では基本食べないですね、パスタ。そうなの。家で食べます。家で何パスタが好きとかあるの？あのミートソースが好きで、ね、普通だね。まあそこにナスビをなんか入れたり結構アレンジしてね、キノコを入れたり、はいはいはい、なるほどなるほど。粉チーズをいっぱい入れすぎじゃない。いやそれぐらいがいい。今の量すごかったけど。へー、他は何か。なんかそのさ、まあ、結構、はいはい、コンビニさんにお世話になったりするじゃない。なりますね。うちらの巡業でなんかちょっと時間がない時とかさ、はい、その時何食べる？僕はカニカマかなんかちくわか。あのさ一番ハマってる時さ、はい、すんげえ頭おかしいなと思ったのがさ、バスでさ、はい、隣じゃん基本。その時にあのイヤホンしてるじゃんお互い、はい、でちょんちょんってやってきたの一回あなたがね、はい、で何何何かあったのかなとイヤホン取ったらカニって言ってだけ言ってさあそんだけカニ好きだったっけ。カニは好きじゃない。カニ好きじゃない。カニカマがカニカマカニカマが好きなんだ。そんな人いるんだ。いやいるよきっと。カニカマ好きだけどカニ別にみたいな。まあまあいると思う。特殊すぎん。あなんかハッシュタグが来たかな。あれ違うか、ちょっと飛ばしちゃった。ハッシュタグ来ましたね。来ましたね。あやさんですね。ありがとうございます。あやさんね結構毎回ね、あそうなんですね、ツイートしてくれるのありがとうございます。あやさんありがとうございます。今年最後の SPBJ 大雪の影響で電波が悪くて途切れ途切れで見てます。大丈夫ですか？今年は会場では10回しか見られなかったけどたくさん配信してくださったので大日本プレスさんのおかげで楽しく過ごせましたと。これありがたいですね。ありがたいですね。ありがとうございます。そうだよね。なんかこの今配信してる浅草橋近辺、はい、台東区ではまだ
雪って感じではないけど、なんかニュースで見たよ、でも降るって、そう、なんかお正月すごい雪が降るから皆さん家で過ごしましょうみたいな。いやだね、まあね、コロナのねご時世もあるし、あでも雪っていうので言ったらどさんこだからさ、はい、ない方が不自然。あやっぱそうなんだ、はい、12月は時期だったらね、北海道は、はい、積もってて当たり前ですから。うん、なんかよく言うじゃない、その東京の雪と北海道の雪違うみたいな。あ違いますね、実感する。東京はもっとベチャベチャしてますね、水分量が多いっていうか、なんか確かになんか嫌な感じがするよね、はい、北海道はもう積もっちゃって、うん、それをこう踏み固められて、まあ、氷になったり、はいはい、あ結構しっかりしてるんだ。しっかりしてこっちはもうビチャビチャ、ほぼ雨どっちが嫌だ。こっちの方が全然嫌だ。あやっぱそうなんだ。へえ、なるほどね。帰省もねなかなかねできないので、はい、帰省できないですね、なかなかそこにはね触れる機会ないのかなと思いますけど、で次が最近一番笑ったことさ、なんかひどいこと言ってなかった。何言いましたっけ。私が太ってて笑ったみたいな、なかった。もうついさっきですよ。うん、何？あなたがそのワイシャツに着替えてる時、うん、これね。まあ久しぶりにこう着替え、道場に住んでないですから、うん、もう、そうだね、久しぶりに着替えてる姿見たら、うん、そんなに太ってたから。そんな？いや、そんなことなくない別に。多分きっと1年前の写真と見比べたら。そうね。あのね、意外とね、自分で過ごしてて太ったなと思うことは意外とないんだけど、うん、なんかふとした瞬間に思う。だ過去の写真をたまたま見たりとか、そう過去の写真見たりとか、あとね久々に会う人っているじゃん、うん、やっぱこのご時世なかなか会えない人とかもいて、本当にこの前、本当についこの前、うん、あの大学時代の友達にね会う機会があったんだけど、うん、なんか大きくなったって言われて、うん、そうだから入社の時私が60ぐらい、うん、だから今70ぐらい。いや10キロ増えたら全然違うよだからね、そうあのウィキペディアが私最後の砦だから、62キロ。ああ嘘だね。あのついに会社のホームページも変えられてしまったから。何キロやったの今ね。72キロ。ああ立派勘弁してよって感じですけどね。もうまあまあでも、うん、ご飯食べれてるってことは、まあね、あのちゃんと生活させていただいてるってことでね、はいはいはい、はい、パスタもねお互い食べつつ、あと、ね、あとね今日ね私ねたまたまなんだけどパスタ食べてきた。おたらこパスタ食べてきた。おいいね、いいじゃないですか。2玉食べてきた。しっかり食べてますね。しっかり食べてきた。なんでこれは年越しプロレスもあるからね、はい、頑張りたいなと思ってますけど。ご飯食べないと。はい、そのデブトークはいいんですよ私の、はい、はい、癒されるものは何ですか。お風呂ですね。お風呂、お風呂入ってる時間がもう、うん、最高に癒されますよ。確かにホテルの部屋でも一緒じゃない、はい、基本、はい、なんかその時にお風呂入ってみんな結構さ男性ってシャワーでパパパのこと多いじゃない、はいはい、絶対まで行かなくてもさ、はい、結構な頻度で溜めてるもんね。まあ入れる時はできれば入りたい、うんね、私は、うん、最近特に出てこないねデスマッチも多くて、うんうん、入りたいけどシャワーしか無理だなってことが多いから。いや行ったことある、デスマッチの後に溜めて入ってみるみたいな。ないないない。やってみたらいいじゃん一回。やだよ、血だけ、血の海みたいな。傷が結局こうふやけちゃって閉じないから。そっかそっかそっか、次の試合にも影響出ちゃう。そういうことがあるんだ。あと縫ったりすると、はい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 、ちゃんとつながるまではお風呂はダメですよ。ダメって言われるんだ。へえ、この毛虫いるもんね。ここ毛虫も今落ち着きましたけど、うん、ここ 2,3 ヶ月やっぱ湯船疲れない日々が。そうなんだ。長かったからもうストレスですよ。ストレス、あれ使った？あのさ、私そうですよ。そう、あの私石川選手の誕生日11月9日、はい、9日に9日はあの北海道いたんで、はい、間に合わなかったんですけど、はい、帰ってきてから石川選手の家にお風呂セット送ったもんね、はい、そうなんですよ。熊川さんからなんかおしゃれな入浴剤セットが届きまして、そう、あの北海道巡業ですんごい風呂入ってたから、あ好きなんだなって思って、ほんと多分あれ女子より女子のプレゼント、うん、バスソルトとかねいつツイートしようかなって今ちゃんと写真はあるんで、うん、はい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 、ただあれあげると、うん、熊川さんあのそっちの人なんじゃないかな。いや思わないでしょ別にそんなこと。いや勘ぐるかもしれないと思って。いやいやいや気使ってね。あれね、実は他の人にも一回あげたことあるの、はいはい、全然関係ない、はい、女性に、はいはい、あのー
お世話になってる人ね、はい、あげたことあるんだけど、自分は使ったことないって、ね、ないんだそう、よかったよっていうのは2年前ぐらいに送って覚えてたからさ、はいはい、いやあれいいですよ、とても。あ、本当によかった。あれちゃんとパスタにかけて、ね、あのバスソルトはパスタにもいける、うん、パスタにもいける。ああ、じゃあ今度あの皆さんは真似しないで石川選手だけやってもね、朝にでもやってみますよ。はい、あ、なんかまたいただいてますね、はい、あ、アカシアリーフの神崎凛也さんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。あの25周年記念のショッパーにも、あー、はい、あのご協力いただいた方ですね。ありがとうございます。はい、熊川さん、今年は本当にたくさんお世話になりました。こちらで、こちらこそでございます。石川選手も1年お疲れ様でした。お疲れ様でした。昨日の試合も気迫が伝わってきて素晴らしかったです。お二人は元旦どのように過ごされますか、はい、PS 初めてリアルタイムで拝見できて大変嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。年末だからこそ見られるってね、人もいるのかなと思って、ね、お初の人もぜひぜひたくさんコメントください。元旦どのようにって来てますけど、はい、今年はというか、まあ入社してからはそれこそ年越しプロレスもあり、うん、1月2日からまた年明けもあるから、はい、そんな休むって感じでもないね。そうです、むしろ忙しいぐらいですね、うん、でなんかする、今年ですか、独自のお正月だからこそするみたいな。今、うん、最近はもうないですよ。お正月もだいたい後楽園ホールに、うん、まあ、ゼロワンさんがあって、なんか食べるものとかも別に、まあ年越しそば食べたらいいなみたいな、うん、あと伊達巻きちょっと伊達巻きだけピンポイントで食べるのあとはまあ別に。あ、なるほど、ね、なんか食べますかお正月。あ、でも、ね、お餅はね食べたいなと思ってる。そう、お餅、結構自分で胸肉茹でて食べることが多くて、はいはい、その茹で汁をなんか使えないかなって言って、お餅を入れて簡単な雑煮みたいなのは結構ねするの、普段から。鶏の出汁のみ、鶏出汁とちょっとなんか、あ、なんか醤油みたいな、はいはい、あ、全然あの料理音痴だからそんなちゃんとはできないんだけど、あ、でもそんなことやったりとか、簡単お雑煮、うん、お年玉とかね、本当は多分私あげないといけないんですけど、弟、ね、妹がまだ子供なので、それが嫌で帰らない、1月は帰らないっていうのもあるんですけど。あー、ひどいいる？そういうあげないといけない人。いや、家族で、親戚とか。親戚はいないかも、まだないんだ。まだいない。あげる金額とかもね、迷うように損失になるんじゃないかななんて思ってますけど ね。皆さんもね、お正月はぜひぜひね、あのおうち時間がね多分増えると思うのでね、はい、あのいろいろ楽しんでいただけたらなと思っておりますけれども、で次のテーマが石川選手の弱点。弱点なんて言ったっけ、デスマッチ後のお風呂ですね、うんうん、風呂の話しかしないんだっけ多分思ってるよりお風呂好きなんですよ。あ、お風呂好きだから道場に住んでた時は、うん、シャワーしかないから、そうだよね、もう嫌だったそれが嫌で道場出たのもある。あ、結構早めにね、うん、だって同期の兵藤選手もねまだいるもん ね。そうね、お風呂入りたくて、もう確かにさっきもねちょっと言ってたもんね、なんかデスマッチの後はなんか、はい、シャワーがもう痛いですし、あれどうなんですか実際、その終わった直後、うん、浴びるじゃない、浴びます、どんな感じなの、すごいふわっとした質問になっちゃうけど、とりあえず痛いですよ、うん、あの試合中はやっぱお客さんの前ですし、うん、アドレナリンも出てるんで、うん、多少こう痛みが感じにくくなってますけど、うん、もうシャワー入るときアドレナリン切れてるんで、はい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 、もう痛いって一人で言いながらシャワーですへー、でも落としきれないのがまた後日出てくるとかね、まあありますよ、ね、へー、そっかそっか、一回やってみます、やらないやらない、はい、え、他なんかないの、なんか嫌なことみたいな。あ、弱点、うん、お風呂ばっかりじゃん、お風呂ばっかりですから。虫とか大丈夫なの？虫はまあまあまあ比較的、うん、食べれる？ああ食べないね食べる？食べない、ね、あれはなんか高いところとか、ああまあ好き好んではいかないけど別に、まあこの前もスキャフォールドありましたし、はいはいはい、はい、まあ、確かにね、意外にいけるなと思って。なるほどなるほど。なんでしょう、あと怖いの、うん、まあ別に苦手な人からの挨拶とか。なんだそれはなんだそれは。ありませんありません別に、ね、あんまり好きじゃない人に挨拶、うん、あまあね、まあ、びっくりしちゃうからね、まあ、それね、まあ、そういう 弱点っていう。はい、で、好きなスポーツはさっきね聞いたから、はい、人生に必要なものは何、お風呂ですね
いや面白くな湯船つまんな湯船入れない生活、うん、平気あーでも最近はなお風呂穴取ってないでもなんか結構体凝るの私はいはいガチガチになっちゃってデスクワークもねそうね、結構座ってることが多いからその時にちょっともうしんどいなってなる、うん、なったら佐藤康介選手が柔道整復師の資格持ってるじゃん、はいはい、だから結構ほぐしてもらうの、うん、プロだからね簡単マッサージ、ね、ちゃんとやってくれるそう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 で仕上げで毎回言われるのが、うん、あとは風呂使ったら大丈夫だからって言われるから、うん、あやっぱ大事なんだなと思って使うようにはしてる最近あ、うん、入った方がいいよ最近バスソルトとかさすがにねあ使ってないけど入浴剤も別にそうなんか本当、うん、なんかやった方がいいのかななんかねコメント今来てたよ東谷さんあまたありがとうございます、はいお風呂が好きなのに試合後のお風呂が苦手、はいはい、わらみたいなあの絵文字がついてますね熊川さんの女子力てんてんてんね残念ですね何がですかいやいやあ好きなのねだからそこにストレスをこう日々感じるってことですね、うん、なるほどねやっぱあの女子力は、うん、やっぱそういうふうに思われるよあれ発信したら私がいいかでも発信してよじゃあそれかやってみてよもしかしたら私と熊川さんが、うんうん、あなんかそういう関係性があ、うん、確かにねそのじゃあの彼女さんとか奥さんがプレゼントしてもおかしくないようなね、はいはい、それを内容だからねすると、うん、身内がまあお前ら付き合ってるだろうわまあまあそれはまあ冗談で冗談じゃだけど分からないからね見てる人からしたらそうそう信じるから本当の距離感的な問題もねなるほどなるほどなるほどそんな今度話しつつですけれども、はいはい、いやーそれにしてもって感じで8の質問しましたけど、はい、お風呂じゃんあなたの人生は何ですかお風呂だよ、はい、もうこれお風呂好きって知ったんですかお風呂好きやね NHK の NHK でしょあ知ったんですかよかったあれでしょはいお風呂好きでしょえお風呂好きでしょだから、うん、お風呂好きお風呂好きのあの回知ってる何お風呂好きってさ毎回呼んだから始まるじゃん呼んだって言ってあ呼んでないってもう終わるあ終わるんだ終わるかい知ってる知らないちょっとそれ見てほしいお風呂好き好きやったよちっちゃい頃ちっちゃいって言っても小中学生、うん、中学生ぐらいじゃやってたの、うん、そんなちっちゃい頃からやってないよねやってないけど中学生でお風呂好き好きな人いるの NHK のその番組をフルで見るんじゃなくて、うん、そのとこだけ見るお風呂好きだけ見るの、うん、あとはあそうなのいやでもお母さんと一緒とかは結構私実は弟妹がいたってこともあって結構最近じゃないけど中高生まで触れる機会あったから、うん、見てたんだそうたまにねくじけそうな時に聞くとね、うん、最近でもたまに言うたからね私この前伝えて借りたからねアルバムくじけそうなことあったんだくじけそうなことあったそういうことだよねそうだねそうなっちゃうねはいあ桜地さんからコメントいただいております、はい、ありがとうございます今密を避けるために浅草あ違う浅草寺だね浅草寺にこれなんて読むんだこれ何ですか我々の学校の朝が分かりますね、はい、高専詣じゃないねこれ多分ねうん、なんて読むかはちょっと教えてほしいんですけれども多分、先に初詣しておくことだと思うんですけどもあなるほど、はい、こちらに来ておりますと移動中に SPBJ を聞くために買ってしまったワイヤレスフォンが大活躍中これを聞くためにワイヤレスフォンを買ってくださったあらありがとうございますこの後後楽園ホールに向かいます年越しプラスね、はい、ありますのではい、はい、ということでね引き続きじゃんじゃんコメントお願いしますということで教えて BJW のコーナーでした花岡さん起きてたんですねあよかったよかったお風呂の話そうお風呂の話とか興味聞いてくれてはいということでね石川先生プライベートにも、はい、こっちのこの角度からちょうどね見えなかったから花岡さんがちょうどねはい、はい、ということでプライベートの話していきましたけれども、はい、次のコーナーに参りましょうベストヒット BJW はいありがとうございますということで次のコーナーはリングアナウンサーではいもありながら音響もねやる機会を私が気になった音楽を、はい、大日本プレス関係の音楽を聞くというコーナーでございますけれども、はい、今日はね来てくださってるんで石川選手の入場曲を聞いてみたいなと、はい、石川選手の入場曲で言うと、はい今年になって結構フルバージョン使うことが増えて、はいそうですね、前奏が結構ね長いんですよねそうあるから
端折ってというかね、先の部分聞いて途中から流してたことが多いんだけど、うん、結構あのシングルマッチも増えてきて、はい、そうなかなか入場もね結構しっかりやってほしいなっていう部分もあったので、そのかける機会が増えてきて、はい、改めて今日はフル弱で聞いてみたいなと思っておりますので、花岡さんの準備がよろしければ、あ、大丈夫ですよということですので、曲名は何でしたか？曲名は記憶です。記憶、はい、記憶っていうのは何か、あの由来がこの入場曲にまあしたいなって曲が、自分の好きな曲があって、その時、はいはいはい、まあ、そのタイトルがまあアンジェラメモリーズって曲が名前なんですよ。まあそこはこうぼやかして感じ、うん、記憶になったんだ、はい、記憶にした、はい、ということで、はいはい、じゃあ記憶聞いてくださいみたいな感じで、じゃあ、はい、お願いしていいですか。じゃあ私の入場曲、記憶をお聞きください。どうぞ。はい、ということで、はい、石川選手の入場曲記憶を聞いていただきまして、はい、懐かしい映像もね、そうですね、この花岡さんのご好意で一緒にね、はい、つけていただきましたけれども、懐かしいね、本当になんか、はい、この映像自体がもう2019年の春頃ですかね、多分。そうだよね、本当に道場に住んでね、うん、はいはい、しっかりやってて、まだデスマッチデビューも全然決まってないような時期で、いや、そうですね、そう、この映像インスタ大日本のとか、はい、ね、ホームページに見られると思うね、はい、気になった人はぜひぜひ見てほしいなと思っておりますけど、コメントたくさん来てますよ、はい、あやさんから、はい、やった、石川選手の入場曲大好き、会場で聞いてもテンション上がる、ありがとうございます。桜地さんからは PV かっこいいと来てますね、ありがとうございます、はい、で、桜地さんのさっきのあの幸せ先詣で、あの、はい、なんだっけ、あれどこ行った、幸先モーデということで、はい、また一つ我々ね、はい、賢くなりましたけれども、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あとヤクミンさんかな、コメントいただいております、はい、石川さんパーカー着て聞いてます、あら、お揃いじゃないですか、じゃあお揃いですね、そしたら新発売になってますね、お風呂浸からないと嫌派ですと、石川さん、熊川さん、年末年始は毎年ハードスケジュールですが、体調にお気をつけて頑張ってくださいねといただいております、はい、そうね、
頑張りましょう。頑張りましょう。はい、ということで石川選手の入場曲を聴いていただきまして、今日お知らせすることがね、はい、たくさんあるので、お知らせのコーナーに参りたいと思います。それではまず一番最初の画像をお願いします。はい、ありがとうございます。いということで本日ですね、はい、今日後楽園ホール2連戦の2日目、はい、後楽園ホール大会がございまして、こちら DDT プロレスリングさんとの合同興行になってますね。はい、はい、ということで、じゃあ次の画像に行っていただきまして、はい、こちらが、あ、ちょっと一個隠れちゃってるんですけど、はい、こちらが、トーナメント、あ、ありがとうございます。トーナメントの、はい、これは対戦表と言いますかね、なってまして、いや、こう見ると面白い組み合わせが多いですね、はいはい、やっぱり普段見れない組み合わせが、左上なんて岡林選手、原島選手、はい、優勝候補、はい、まあ、反対側右下にいるのも関本選手、遠藤選手っていう、はい、とんでもない組み合わせだったり、石川選手的には気になるところありますか？まあ、僕は、兵道選手、大石選手の、はい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 、この何ですか、チーム170cm かっこ仮、かっこ仮、そうですね、はい、第2試合でね、はい、あの竹下選手、野村選手、野村竹と当たる強いチームですね。そうですね、はい、ということでね、あとは気になるところで言うとドリューとディーノさんとかね、はい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 、いやー、どうなるのかね、どうなるのかっていうところで、本日の6時半から、はい、大会開始なんですけれども、18時からはサムライ TV のインディー大賞2020受賞式もありますのでね、はい、ぜひぜひそちらも合わせてお楽しみいただけたらなと思っております。もうすぐですね、はい、1時間半後。そうですね。さあ、そして、年末終わりまして、はい、ありがとうございます。次がこちらですね。1月2日の後楽園ホール大会がもう年明けすぐにありまして、はい、なかなか全何試合、7試合かな、7ですね、全7試合となっておりまして、メインイベントではですね、レスマッチヘビー級チャンピオンの藤田実選手に、はい、バサラの塚本選手が挑む、はい、で、なんか昨日動きがあったみたいですね、はい、あ、試合形式について、はい、今ホームページは蛍光灯プラスアルファデスマッチになってるんですけれども、うん、これが変わるんですか？変わるみたいですね。うん、ちょっとそれはどうなることやらっていう感じですけれども、こちらありまして、塚本選手が取ったら、はい、今バサラさんのユニオンマックスの、はいはいはい、チャンピオンでもあるので2冠チャンピオンになり、さらに言うと、あのジュニアのベルトが昨日、はい、小高勇選手に、そうだ、この鳥越アズーリ FM でも番組やってるズババババ、はい、ズババババサラをやってる小高勇選手に流出しちゃった、はい、タックのベルトもバサラの阿部選手が、そうですね、持ってるってことなので、バサラにちょっとベルトの流出がとんでもないことになってしまうので、まあ、藤田選手も所属ではないですけれども、はい、ね、えどうなることやらというような、やっぱ気になりますよね、 やっぱり、うん、どうですか、うん、すごいふわっとした質問したけど、そうですね、うん、まあ、私この前もうつい 2,3 週間前塚本さんとシングルして、うんうん、まあ本当まざまざと塚本さんの強さ感じたんで、うんうん、まあ、藤田さんには藤田さんのうまさ強さあると思うんで、うん、まあ、どっちが本当勝つかなと思って、ね、え楽しみな一戦ですけれども、それがメインイベントで、セミファイナルでは BJW 認定世界ストロングヘビー級選手権試合、はい、挑戦者中野康美対第17代チャンピオン岡林雄二となってまして、はい、いや、昨日の後楽園大会では中野選手が直接岡林選手に敗れる、うん、パワーボムでもう本当に完膚なきまでにと言いますかね、はい、ちょっと中野選手もコメントブースで下を向くような場面もあったので、うん、大丈夫かななんて思ってますけど、ここからね、中野選手がどういう風に立て直してくるのかというようなところもありまして注目ですね、うん、はい、で石川選手は第5試合、はい、蛍光灯6人タックレスマッチで、すごいですね、メンバーが武田正史、小高勇、宮本優子組対石川祐希、勝又俊馬、伊藤隆二組となっておりまして、はい、年明けからなかなかすごいカードですね、はい、そうですね、対戦相手が
ヤンキー二丁拳銃と武田さん、はい、武田さん、武田さんは昨日も、はい、昨日もやりましたからね、うん、いやでもね、まあ、ここ昨日と違う印象を武田さんにやっぱ植え付けないと、うん、多分この6人の中で僕は埋もれちゃうと思うんで、うん、何かを、はい、はい、残しますよ、はい、ということでございまして、1月2日の大会も、ぜひねご来場いただければなと思っております、はい、さあそして次の画像をお願いいたします。はい、毎年恒例1月4日デスマッチキングデス新木場ファーストリング大会が今年もございます、はい、こちらのお昼の興行ですので、お昼、時間間違えないようにお願いいたします。はい、石川選手のところを行きますと、これ2年連続ですかね。そうですね、セミファイナル蛍光灯デスマッチ30分一本勝負、石川祐希対伊藤隆二、はい、これ1年前は、はい、本人にあれだけど結構伊藤選手からしたらもう結構圧勝に近いかなって見え方をね、まあ、そうですね、そうされることも多くて、伊藤選手がほぼ血が出てなかったと思うのね、うん、そうですね、そっから1年経って石川祐希がどんだけね変わったのかというか強くなったのかっていうような感じだと思いますけど、どうですか、はい、本人的には。そう思います、そう思います何それ、そう思います本当に、はい、はい、言い過ぎましたね、私が全部喋ったからもうその通り、そう思いますになってしまいましたけどはい、メインイベントでは蛍光灯プラスアルファタックレスマッチ30分一本勝負、ドリュー・パーカー勝俣駿馬組対武田雅史塚本拓実組となっておりまして、はい、クレラバですね、はい、はい、でドリュー選手、勝俣選手世代もね、はい、近いですから、なんかデスマッチの若手陣結構今盛り上がってきてるような感じしますけど、本人的にはどうですか。まあ頑張りましょうって頑張りますはい、まあライバルとしてね、まあライバルですね、切磋琢磨してもらって、はい、そういう意味ではなんですけど、実はこの日第4試合だ、はい、第4試合で G ショックタックレスマッチに兵藤明選手の名前がデスマッチにあるんですよ、はい、神谷さんもですね、うん、そうなんですけど、これどういう風に見てます、兵藤選手。うーん、これはまあデスマッチ参戦してくるっていうような意味合いのカードではないのかなと僕は思ってるので、意味合いではないとのかな、はい、どういうこと、デスマッチにこれから入っていくぞっていうデスマッチに今回名前あるのはそういう意味じゃないのかなと思ってます。僕はそういう意味ではない、はい、このデスマッチやって、まあ、なるほどなるほど、はい、なるほど、神谷さんも、うん、なんかデスマッチっていう枠の中でもハードコアに近い、まあそうなのかなと思うんで、そういうところなのかなっていうような見方を、はい、なるほどね、してるわけということで、いや確かに兵藤選手、上谷選手はもうハードコアで今年ね、はい、バリバリやってるので、この第4試合も楽しみでございまして、はい、いやこの日はですね、名前のデスマッチキングですっていう名前の通り、あのデスマッチが多くなってますので、はい、ぜひぜひね年明けから見に来ていただけたらなと思っております。はい、ということで、今日から1週間の大会は以上なんですけれども、ここで皆様にお知らせがございます。はい、じゃあ画像お願いします。ドン、出るかな、出るかな、お出ました、お、それじゃない、最後のやつ、一番最後のやつ、出るかな、出るかな、出るかな、何か出る、あ、それです、それです、ありがとうございます。はい、ということで、大日本プロレスはですね、今年、来年だ、はい、来年2021年も福袋工業ですね、いわゆるこちらをやっていきますよということでですね、はい、はい、名前出ておりますけど、工業券付き福袋を発売しております。これがですね、はい、なかなかですね、はい、ないじゃないですか、その自分が主催者になって大会やるっていうの、はい、ないですよね、それが大日本プロレスはこうやってボンってもうこういう風にやったらできますよっていうのを提示させていただいて、今年もやりましたし、去年もね、はい、やってますし、ありましたね、そういうのやりますよということで、今年で言うと、あの江戸川、はい、江戸川ライジングであったり市川ですね、市川 J-WINGS、はい、あと今年ちょっとコロナの影響でね、はい、来年に延期になっちゃった福袋も何件かあるので、そういったものを含めて、うん、結構ですね、あの挑戦してみようかなって方いらっしゃるので、はい、気になる方いらっしゃったらぜひぜひね、選手スタッフの方にお声掛けいただけたらなと思っております。平日が税込み55万円、土日祝日が77万円となっておりますのでね、はい、ぜひぜひ
お声掛けいただけたらと思っております。はい、画像ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ということで帰ってきましたね。はい、コメントいっぱい来てますね。ありがとうございます。あやさんからいきましょうかね。はい、あやさん、完全なる個人的な意見なんですけど、今年は石川選手と兵藤選手が急成長した1年だったと思います。来年もこの2人から目が離せませんとなっております。はい、同期2人が活躍した1年だったというふうに見ていただいてますね。そうですね、兵藤はストロングヘビー挑戦もありましたし、負けてらんないなって思ったんですよ。確かに確かに、そういう意味では8月にね、はい、挑戦がありましたけど、そういう意味では石川選手が例えばデスマッチヘビーであったり、うん、体重的にはまあジュニアじゃないですか。うん、で今回小高勇選手、普段デスマッチやってる選手が取ったっていうこともあるので、はい、そっちにチャレンジしてみてもいいのかなっていうような気もするので、あり、はいはい、まあ、だと思いますね。うん、だからそういった面でもね、今年2020年活躍したと思う、2021年、うん、はい、どういうふうに考えてます、自分の今後というか。はい、まあ多分ですけど、うん、一騎当選デスマッチあるじゃないですか。そうですね、まあ発表はないですけど、多分エントリーできると思ってますんで、うん、そこでまあ何かしら残してインパクトをね、はい、あとお客さんの印象も変えたいと思ってますから、うん、まずはそこですよ。うん、あとまあ、はい、大きな怪我して、怪我してこの世からいなくならないようにそうだね、やっぱね、今年たくさん怪我もしましたから。うん、確かにね、はい、皆さんが知ってる範囲で言うと、あれだ、この前言ったあのなんだっけ、あの、はいはい、あれなんだっけ、あのサバイバーズピットの、そうそうそう、サバイバーズピットのあの、はいはい、胸の怪我とか、まあ、あれも縫いましたし、あれ縫ったし、知られざるところで意外と今年多分3、うん、4回ぐらい多分病院で縫ってるんですよ ね、 ね、 そうだよね、ズタボロの1年だったと思うんで、まあ来年見えるとこだと、ここもね結構ね深いよね、ここ、ここですか。うん、まあまあこれがまあ全然可愛いもん、かわ、これが可愛いっていうね、はい、顔も洗えますし、お風呂も入れますからこんなの、この曲流れたということは、そうですね、もう3分前の合図でございますけれども、はい、ね、はい、っていうこと、あ、コメントがねまだ来てますね。はい、神崎仁也さんですね、1.2 また伺います、どの試合も大変楽しみです、ありがとうございます。広瀬さんから来てますよ。あら、広瀬千鶴さん、あの書道家の広瀬東流の名でもおなじみの東流さんの、来年は若手選手たち大集合みたいな形でやれたら嬉しいですね、ただいま放送中と、あ、宣伝してくれてますね、ありがとうございます、ありがとうございます。ということで今日もねたくさんの方にコメントいただきながら、はい、やってきましたけれども、どうでした、ラジオって。多分初めてじゃないですか。そうだよね、あんまの、あ、なんかラジオの電話出演とかはありましたけど、こういうスタジオに来てっていうのは初めてですね。どうでした、初めて。いや楽しかったですよそのレスポンスの速さがもうなんか嘘くさいね嘘くさくない、ありがとうございました、ありがとうございます、楽しかったですはい、ということでね、石川選手に来ていただきましたけども、次回がですね、このスピリット BG は交互に MC 交代しているんですけれども、はい、次回がレフェリーの中谷良平さんがですね、はい、やる、なんて言いました今、はい、中谷さん言いました今、はい、中谷さん何ですか、いやなんか変なこと言ったのかなと思って、で1月7日ですね、次回1月7日、はい、7日木曜日の同じ時間に、なんと次ゲストが川上隆一選手ということで、はい、タイトルついてますね、何でしょう、新年一発目セクシー男子でどうでしょうの回、はい、と来てます。あら、セクシー男子の画像が、ね、あるので、あ、まあ、あの全しっかり見なくていいと思うので、あのこれですね、セクシーの回になるんですね、はい、で川上選手新潟でね結構活躍してましたけど、はい、ベルトも落としちゃいましたしね、うん、新年どういった心持ちで挑むのかっていうね、うん、そういったところも聞けるんじゃないかなと思っておりますので、楽しみねしていただけたらなと思っております。はい、はい、ということで50分にわたり喋ってきたんですけど、意外とね、はい、早いね、そうです、あっという間ですね。うん、ですのでね、ぜひぜひまた今年1年始まったスピリット BGA ですけども、はい、来年もございますし、はい、ちょっとうちの宣伝すると LINE ライブもね年越しであったりしますし、あの鳥ヶ谷釣りさんも年越しの配信あるというふうに伺っておりますので、はい、そちらも合わせて
あのパソコンとスマホとかね、同時にそうダブルで楽しんだりとかもできるのかなと思っておりますので、そちらもぜひぜひ楽しんでください。はい、ということで本日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。本日の相手は大日本プロレスリングアナウンサーの熊川雄二と石川祐希でした。ありがとうございました。また来年、バイバイ。ありがとうございました。